はい、ということで今週も始まりました令和4年12月2日渡辺哲也ショーライブのお時間です。はい、はい、ということでなんか日本全国サッカー総監督と、日本人みんな監督さんになっちゃってる状態になってますよね。ブラボーブラボーブラボー、ブラボーですよね。ということで、まあ予想外の大勝利。ブラボー。ブラボー。なんか神風が吹いたとかいろんなこと言われておりますけれども、海外からではですね。はい、ということで、サッカー予選リーグ通過ということが、まあ日本全国大きな話題になっていますが、まあ私もちょうどですね、先週はお休みをいただきまして、ご迷惑をおかけいたしました。やっと日本に帰ってまいりました。はい。はい、台湾の地方選挙なんですが、まあ予想通りの民進党大敗北ということで終わりました。ただこれね、日本の報道ね、かなり歪んでる。ひどいね。うん。あくまでもこれ地方選挙であって、国政には関係ありませんし、外交問題には関係ありません。で、なぜ民進党が負けたのかということなんですが、まあ、大きく分けて、二つ三つの論点があると。まあ、一つはですね、小井さん、なんか選挙の選び方が違う。うん、だから、候補者選びがね、今回は蔡英文がどんどん選んで、落下傘にしちゃったんですよね。そう。で、本来だったら、地方から選出される人が出てくるんだけど、はい、それをしなかったんですね。で、民進党というのはですね、大きく分けて二つの派閥に分かれてるわけです。一つが南部を母体とする来世徳派。そして、北部を中心とする蔡英文派と。この二つの派閥で、南部は非常に保守的。そして北部は、リベラル色が強いというのが基本的な構図になります。それはうまくね、噛み合ってたんですよね。そう。民進党はね。それは国民党が、要するに大陸志向だという前提があるから、そこでうまく噛み合ってたわけですよ、ね。そう。で、同時にやっぱりその南部っていうのは228事件というのがあって、中国から渡ってきた外省人、国民党員によって、多くの方々が殺されたと。学校の先生とか文官などが殺されたという事件が。あと知識人がね、はい、みんな殺されました。という事件があったもんですから、それで特にその反国民党色が強いというのが南部なんですね。で、結局、国民党っていうのは50年近く政権を握ってきてますから、必然的に、まあ、古い自民党に近い、それ以上の、ある意味、利権政党の意味合いが強いということですね。ですから、地方選挙においては、まあ、公共事業だとか様々な分野で、国民党が強いという構図になるわけです。なぜかというと、日本統治下の時代のほとんどの資産を国民党は接収して私物化しましたから、結果的にそれが、まあ、地方の利権になっているという構造で、逆に民進党にはないものと。で、これに対する産地まで。故宮の、宝物だって国民党のもんでしょう。一応ね、うん、国民党が持ってきてますから、ね。持ってきて、ね。一応国立で国有ということにはなってますが、ということになるわけです。そのような構造の中で、今回負けた最大の理由というのは、やはり蔡英文の経済政策がなかったことというのが最大の敗因だと言われてます。国民党の支持者というのは大企業だとかそういう利権にこう結びついた人たちが多いんですが、民進党というのはまあ中小の小売店とか若者とかですね、はい、そういう利権と関係ない人たちが多かったわけです。コロナで、外から見ると台湾のコロナ、ゼロコロナ、大成功なんですよね。うん、ところが、逆に、まあ、GDP もプラスなんですが、これは半導体とかの輸出産業が良かっただけで、町場の経済が完全に冷え込んでる。で、台湾とか中国とか台湾に行ったことある方わかると思いますけれども、まあ、2軒ぐらいのすごい狭いお店がこうずらーっとハーモニカみたいに並んでる。で、そこには飲食店でルーローハン売ってたり、いろんなものを売ってるわけですが、お店によって。これが半分ぐらいは閉じてる状態だったと。うん、私が行ったところ。結局ですね、台湾政府は約5万円から6万円ぐらいの、まあ、3倍券って言って、1000元払うと3000円元分買い物ができるみたいなクーポン
を発行しただけ、個人向けには。さらに企業向けには10万元ですから約45万円の3年間の無利息融資だけ。日本のような雇用調整助成金も失業保障みたいな制度もそういう社会保障制度が全くないわけです。で、企業支援が全くなかった。自分でやれと。いう状態でどんどん潰れてっちゃったんですよね。はあ、これ我々のイメージから言ったらですね、台湾って言ったらまあコロナ政策もそのうまくいって、まあそこそこ景気もいいんだろうなっていうイメージですけれども、やっぱりその現地に行ってみると本当にそういう中小企業だとか若者だとかそういう方たちのまあ政策っていうのがしっかり行われないで、結局それが怒りになって今回の民進党敗北に直接つながってしまったっていう、そういうことなんですね。そういうことです。あと怒りももちろんあるんですけど、民進党の支持母体というか支持層は結構若い世代が多いんですけども、今回まあ地方選挙っていうこともあってね、投票に行かなかったんですよね。そう。選挙に行かなかった人たちも多い。で、台湾の選挙なんですけれども、本籍地で投票を行うわけですね。日本みたいに住民票があるところではありません。本籍地で投票を行うわけで、国政選挙だと世界中から人が帰ってきて投票に行ったりするわけです。で、これは外交とか国家戦略に関わるからなんですが、地方選挙となるとそういうものはありませんので、若い人たちは関心が非常に薄かったと、いうことが言えるんだ。だから、蔡文さんがね、その選挙の大敗を受けて、民進党の代表を辞任したわけですけども、それが今回ものすごく大きく報道されて、結構日本人誤解した人多いんですよね。前の選挙の時も辞任してるんですからね、蔡英文さん。いや、で、今回、蔡英文さんなんですけれども、今回民進党が勝っていれば、蔡英文が推す、別の、蔡英文が推す人が次の、総統選の総統候補になると予測されていて、副総統である頼清徳派、頼清徳はもう総統になれないのではないかと言われていたわけです。絶望視されていた。逆に言うと蔡英文派が負けたもんですから、今度は頼清徳派が力をつけてきて、頼清徳さんが次の総統選挙に出る可能性が高くなった。そうですね、非常に高くなったんですね。はい。という意味では、日本との関係が深い頼清徳さんが次の総統候補となりうるという状況は、決して悪いことばかりではないけれども、来年の2月、1月か2月に開かれる総統選ですから、あと1年2ヶ月から3ヶ月しかないと。この間に、民進党がちゃんと組織をまとめて、持ち直せるかというのが一つのポイントですよね。そうですね。で、国民党があと何やるかですよね。で、今のところ、その蒋介石のひ孫さんが、台北の市長に選ばれたわけで、それで彼はね、要するに、外から見てる、その国民党の、プリンスというイメージとはちょっと違うんですよ。要するにアメリカ留学して、それでなかなかそのイケメンであると、そういう要素が非常にある人なんですね。だから、見た目はすごく背も高いし、やさ男でかっこいいんです。それでおまけに中国共産党を批判してますからね。はい。で、これはですね、見た目はすごいかっこいいし、みんなコロッときちゃうわけですよ、おばさん。だから、カナダのトルドー、日本の進次郎、そして台湾の、ね、小結局で、翔さん。翔さん。だから、かつての馬英九もちょっとそれに似たところがありました、ね。いや、そう男ですからね。そこに北海道の鈴木直道も入れてもらえますか。ああ、なるほど。いや、そしたら維新のあれも入れなきゃいけない。ああ、吉村。吉村さん。という状況になっておりまして、それは、それで、次のね、総統選には多分、蔡さん出てこない。翔さん出てこないですから。ただ、蒋介石と蒋経国、蒋経国が選んだのが、李登輝さん。李登輝さんですからね。李登輝を支えたのは蒋経国であって、その時代あたりから、国民党が大陸べったりという人だけではないと。そうです。それは確かに言えてることなんですよ。だから日本人が思ってるほど、国民党が大陸べったりではない。けれども大陸が商売になる。実利で付き合ってる人たちが多いと。
いう状況ですよね、うん、あとやっぱりね選挙のたびに台湾に住んでる人から私のところいつもいろんな情報をいただくんですが基本的に台湾人のその現世利益を求めるそういう人生観っていうかね、うん、それはすごく強くてで思想だとかイデオロギーとかねそういうものよりもどうしてもそっちに行っちゃうとだから、うんうん、渡辺さんが今説明したようなそういった経済的なね貧窮ですとかそういったコロナに対しての経済保障がなかったわけですからやっぱり流れちゃいますよね、うんうんまあ、これちょっといいです、はい、ちょっとやっぱりこれ台湾のことを哲也さん以上に詳しい人を知らないのでちょっとこうどういうふうな考えをしたらいいのかなっていうことで、うん、そのまあこれから1年3ヶ月後に、まあ、今度は国政選挙があるという中で、うん、そのまあそのトップが誰になるのかっていう日本にとってまあ一番いいのは民進党が勝つ方がいいのか、やっぱり国民党になっても日本はそんな心配しなくてもいいのか、どういうふうにその心構えを持ったらいいんですかね。いや、それは民進党の方がいいに決まってる。まあ、いいに決まってるんですか。独立志向が強い民進党の方がお付き合いしやすい今の日本としてはですね。うんうん、というのは間違いないですよね。で、頼清徳だったらもうベストだっていうぐらいのイメージでいいんですか。頼清徳さんの場合だと逆にいろんなところ日本パイプが結構深いですから、うん安倍総理のお葬式にもお越しいただいてたぐらいで、いろんな人たちと知見がありますから、そういう意味では話し合いがしやすいカウンターパートであるということは間違いないですよね。なるほど。そうやって考えればいいんですね。はい、あとやっぱり国民党はどうしてもその中国共産党の工作が入りますからね。うん。うん。まあだから中国共産党、まあもともと中国共産党と戦って負けて追い出されたので、反共というのがもともとの国民党のベースにはあるんですが、やはり中国にもともと住んでいた方々が渡ってきてるわけですから、望郷の思いがあるわけですよね。で、国民党というのはずっとこれまでも中国の正当な統治者は我々であると、国民党であるという立場を未だに崩していないんです。今も政党名は中国国民党でしょ。はい、そうですそうです。なので崩していないので、その点において、民進党は台湾は台湾であるというのを明言してますから、そこがやっぱり一番大きな違い。それが一番の違いですよね。なるほど。はい。という状況の中で、まあ、こう、台湾に行ってきたらね、みんな私日本人だと分かると聞くこと一緒なんですよ。うん。日本を台湾を守ってくれるのかと。財界人の方とかですね、出版界の社長さんたちの会とか、いろんなところを呼ばれて行ってきたわけですけれども、うん、聞くことはみんな同じ。日本は台湾を守ってくれるのか。これ答えが大切ですよね。うん。だから私いつも言うんですけど、政府関係者じゃないですから、あくまでも一般の日本人ですよ。ただし、日本は台湾を守りません。日本のために台湾の防衛に立ち上がることはあるでしょう。いうことを常に言ってたわけですよね。模範回答ですよね。その通りですもんね。うん。台湾のために日本が戦うということはありえないんです。ところが日本の安全保障で運命共同体であるから、当然日本は台湾のために戦うということになるわけです。で、このあたりの議論なんですが、もう一つ聞かれる質問っていうのは、憲法9条があるのに日本は戦争ができるのかという質問もありました。ここをですね、一旦改めてきれいに整理してみたいと思うんですね。今、国会ではですね、敵基地攻撃能力という議論が行われています。自公が合意しました。という状況の中で、その元になる、その日本の戦争に対する法制度というのを改めて見てみましょう。日本の戦時法構成、まあ、戦時の法律の構成なんですが、憲法9条1項、戦争放棄ですよね、これ、小泉さん。うん、そうです。それで、まあ、1項が特にね、はい、重要なわけで。はい、ところが、この戦争放棄という言葉が、悪い意味で拡大解釈されているということです。これは、あくまでも他国への侵略戦争や、自発的な先制攻撃を禁したもの。自発的なね。つまりね、世界中どこの憲法にも書いてあることなんです、これは。
そうですね、9条の1項っていうものはね。だから、だってそれそもそも国連憲章ですからね、それが。それ。渡辺哲也賞いかがだったでしょうか。ここで皆様へのお願いです。私はメールマガジン渡辺哲也の今世界で何が起きているかというのをやっております。ご興味のある方はこちらの QR コードか渡辺哲也メルマガで検索ください。よろしくお願い申し上げます。